この項目では2005年シーズンの J リーグディビジョン2について述べる。2005年シーズンの J2 リーグのクラブは以下の通りである。J1 のエクスパンションに伴い毎シーズンからの広角クラブはない一方でザスパクサツと徳島ボルティスが日本フットボールリーグから昇格、新しく J リーグに参加した。これにより関東地方には 栃木県以外 J リーグのチームが参加したことになる。前シーズンと変わらず、12チームによる4回戦争あ当りの勝ち点により順位を争う。上位2クラブが J1 自動昇格となり、3位が J1 の16位と J1J2 入れ替え戦に臨む。3月5日開幕、12月3日閉幕のスケジュールで行われた、国際大会のスケジュールに合わせた、 大きなインターバルは設けられなかった。リーグ開幕早々から、京都が他のクラブを、リード、札幌、仙台、山形、湘南、甲府、福岡、トスが追いかける展開となった。このうち湘南とトスは前シーズンまでの不振を忘れさせるような活躍を見せ、特にトスは一時期2位につけ、サッカーファンを非常に驚かせた。しかし自力で劣る。 この二つのクラブはリーグ10番以降失速。J1 昇格への残る二つの椅子を札幌、仙台、山形、甲府、福岡で争うことになった。第四クールに入るとこのうち福岡が他を一歩リードして2位の座を固め始め、残る入れ替え戦にかける枠を札幌、仙台、山形、甲府で争う図式となった。仙台。 甲府が最終節まで3位に入る可能性を残していたが最終節で仙台は福岡に引き分けたのに対し甲府が京都に勝利前節まで4位だった順位を逆転して入れ替え戦に臨むことになったこのシーズンから J リーグに参加した草津徳島は徳島が前シーズンまでのクラブ編成を大きく見直して一桁の順位につけたのに対して前 シーズンとほぼ同じクラブ編成で J リーグ1年目に臨んだ草津は最下位に沈んだ。なお草津は本来草津町がホームタウンであったが、草津町に J リーグ基準を満たすサッカー場がないため、名目上は草津町、前橋市を中心とする群馬県全県でホームタウンを設定したが、実質前橋市に移転した。また、本拠地の群馬県立敷島。 公園県営陸上競技場がピッチの芝生張り替えやスタンド回収のため前半戦まで使用できず暫定として隣接する群馬県立四季島公園サッカーラグビー場を本拠地とした最終更新は2005年12月3日の試合終了時出展 J リーグデータサイト順位の決定基準1勝ち点2得出点差3得点数2005年12月3日出展 J リーグデータ、ありがとうございます。